こんにちは、インフォクリエイターです。今日はシートの背景を変更する方法について学びます。シートの背景を変更する方法、今表示されているこのシートは背景が設定されていない状態です。背景が設定されていないと真っ白の背景で表示されています。シートに背景を今から設定してみます。やり方はすごく簡単で、まず背景を設定したいシートを選択して、ページレイアウトタブのこのページ設定リボンの背景をクリックします。そうすると、こちらに画像の挿入ダイアログボックスが出ますので、ファイルからを選択します。そうすると画像を選択する画面が出ますので、こちらで背景に設定したい画像を選択します。例えばこちらピングをこちらで挿入します。そうするとこのようにシートの背景が設定されました。この背景っていうのは見た目上の設定ですので、例えば印刷するときは表示されません。ファイルタブをクリックして、印刷をクリックすると、この右側にこのように印刷のプレビューが表示されるんですけれども、背景は印刷されません。今設定した背景を削除したい場合は、同じくページレイアウトタブクリックして、ページ設定リボンのこちらの背景の削除ボタンをクリックします。そうすると背景が消えます。先ほど設定した背景はすごいカラフルな画像ですので、 Excel の操作をするとき、作業をするときはすごく見にくいです。ですので背景はもうちょっと淡い画像がいいと思います。ページレイアウト、背景で、ダイアログボックスから例えばこちらを選択して挿入すると、でこのように画像が表示されます。これは選択した画像をタイル状に並べて背景を設定されています。